はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴田良二でございます。3月27日日曜日、午後1時半に池袋に集合してもらってですね、 NHK スクランブル要求デモ、やります。ご参加くださいまして、このデモ俺も言ったけどテレビ報道1秒もされんかったということでですね、歴史の証人になってください。去年や2回やったですね、 NHK ネット聴取許さないデモ、2回とも1秒もテレビで報道されませんでした。まあね、あの1万人弱も集まったフジデモ、もう1秒もテレビ局全社が報道せず黙殺したテレビ業界のことだから驚かないんですけどね。今度のですねスクランブルデモも放送したら、テレビでニュースでやったらこっちが驚くぐらいなもんでね、というわけでご参加よろしくお願いいたします。岸田総理、インドとカンボジアに行ったそうであります。もう行ってんだな。で、あの共同声明、出してですね、なんかインドにロシアに侵略やめるよう言ってくんない、言いに行くらしいんですけどね。行く前にですね、今後5年間でインドに5兆円投資する話をまとめてくると話したそうであります。記者団の質問に答えたそうであります。ネットの反応です。クワッドに切り替えたからそうだろうな。日米インゴーオーストラリアインドアメリカと日本で、あのまあ、太平洋の NATO みたいな感じの軍事協力ですよね。中国の成長限界が見えてきたからな、まああの投資先としてそんな美味しくなくなってきた、ドライな財界の考えなんでしょうか。半分は対中政策、将来中国を抜くのは間違いなくインド、中国に投資してきたのが間違いだったんや。まあ間違いだと思いますよね。中国ね、いくらあの金持って、まあ、人民服でチャリンコ漕いでる時代からまあまあ、技術的には発展したみたいなんですけれども、まあ中身はちっともね、ちっともあの文明人っぽくなったわけではないと。うまくいけばリターンは大きいだろうね。岸田総理が投資の知識あるわけねえし、投資のことなんて考えてるわけもねえし、まああの決断もできるわけないんで、岸田総理の飼い主、岸田総理というか自民党の飼い主の財界の決定なんでしょうね。今後は中国じゃなくてインドに投資だあみたいな感じ。1、中国での商売に先が見えた。もうあれだな、発展しねえな、もうがんねえな、なんていうドライな考え。2、ロシアと完全に決別した。もうロシアもダメだな、投資回収できねえな、ルーブルでもらってもしょうがねえしな。3、クワッドで今後結びつきが強くなるはずということで、まあ 1,2,3 を踏まえてですね、新しい美味しい投資先を探した結果なんでしょうね。財界がまあ投資するっつってもあの税金で投資するわけもなく、民間があの金出す、投資する、総理はその環境を整える話をしに行ったと思われますんでね。投資なんでまあ援助ではないが、インドでの商売って結構難しいって聞きますけどね。一つ、今も根深いカースト制度。2、納期が遅れたり納品できなかったりなんかすると、あなたとは前世の巡り合わせが良くなかったとか言っちゃうですね、謎の宗教観なんかかんかもありまして、経団連や経済同友会のおじいちゃんたちが考えるほどうまくいくかどうかは不明であります。まあね、あの育ってお金を持って
行儀が良くなって、さらに市場として発展する。まあ、15億人が物を買ってくれるようになるんではないか。っていうですね、計画で中国に投資していたが、まあ、金は持っても、凶悪さばっかりが増して、軍事費ばっかり増やすし、まあ、中国投資は失敗でしたよね。どう考えてもね。2000年ぐらいからですね、中国進出を煽りに煽った日系のせいっていうのもあるんですけどね。まあ、日系だけじゃないんですけど、テレビ局、全局、NHK も、煽りに煽った。バスに乗り遅れるなぁ、なんていう言葉が踊っておりましたよ。儲かる中国株投資なんていう記事もですね、盛んに出たのがこの頃であります。どうせ金もらって記事書いてたんでしょうけどね、日経やら他のテレビ局の連中やらね。ウクライナ民手作りマキビシで、ロシアの、食料輸送や武器輸送に一定の効果を上げているそうであります。まあ、溶接工場みたいなとこで溶接してですね、まあまあ長さが10センチぐらいの、ピラミッドっていうかテトラポッドみたいな、トゲトゲついたやつ作っておりますけれども、でこちらがパンクして、スペアタイヤかなんかに交換しているロシアのトラックと、ネットの反応です。これは低コストで効くだろうな。クローラーでも隙間に絡みそうだし、クローラーっていうのはキャタピラのことであります。戦車にも効果あるんじゃないかってことですかね。実際は必死なんだろうが、なんだか楽しそう。ゲリラ能力高いわ。これは地味に効きそうだな。夜間は移動できなくなるし、地味に効きそう。まあ、昼間はですね、よく目を凝らして、ゆっくり進んでですね、あ、まきびし落ちてる、なんて、わかもしれないですけど、夜間はですね、それわかんないんで、夜間は移動しちゃダメっていうことにもなりかねますね。後々自分たちが困るやつ。これ巻きすぎと、いざですね、普通通りの生活に戻った時に、あちこちで車パンクしまくってですね、こんなやつの上に倒れ込んだら、危ねえよね。胸なんか刺しちゃったなんかして危ねえ。地雷よりは後始末、楽じゃん。カンボジアで、地雷巻きすぎて、どこに巻いたか全然わからなくなっちゃって、今でも被害出てるみたいですね。こういう展開されると、末端ロシア兵の士気、だだ下がり。まあ、いやらしいっちゃいやらしい攻撃ですからね。人民軍が侵略を開始したらですね、我が国に、沖縄あたりに、国内を混乱させるために、何者かがこんなことやりそうですね。巻きびし。一般車両でも何でもいいからパンクさせて首都高なんかね止まっちゃったりなんかすると混乱すんもんね。物流も、妨げられるし妨害されるしね。中国には民法231条っていう悪名高き法律がありまして、世界中どこにいても中国人は中国共産党の命令に従わなければならないっちゅうですね、法律あります。本人が気進まなくてもですね、まあ、家族が本国にいるとですね、家族がどうなってもいいのかって中国共産党に言われちゃうと、まあ、やらざるを得ないですね。中にはそもそもそのために日本に来てて今はじっと命令下るのを待ってるなんてやつもいるでしょうけどね。どこも味一緒のですね、量産型中華料理店ご存知でしょうか。東京に多いんですけど、私ぐるっと探検した結果、靖国神社の周りにやたら多い、6軒か7軒ありました。何を食ってもどこで食っても味一緒、レシピ一緒、材料の仕入れ先も一緒なんじゃないかって疑われるですね、店員も厨房にいる人も全員外国人の量産型中華料理店。まあまあそこそこ安い。で、お客はいるんですけど、がたいのいい、首のいい、太い、短髪男が大抵料理作ってるんですけど、人民軍
兵士上がりじゃねえか、私は睨んでおります。有事に備えて国内に配置された工作員じゃねえかと私は思っております。なので皆さん自衛のお覚悟なさってください。今ですね、日本国内に中国人何人ぐらいいかっつうと、帰化も含めて220万人ぐらいいる。220万人ぐらいいる。まあ日本人と結婚した中国嫁とかですね、まあそういう人も商売できてる人も多いんでしょうけれども、まあ思ったよりですね多いんですよ。220万人つったら何パーセント？ 2% ぐらいですよね。50人に1人で、この人らが本国の指令受けちゃって、日本国内を混乱させちゃおう、混乱させるためにまきびしあちこちに曲がりたりなんかするとたまんにいいから、皆様自衛のお覚悟、ウクライナの民のようにですね、自分の身は自分で守んないと、っていうお覚悟、どのご家庭にもスコップやバットぐらいあるとは思いますけれども、まあ日本国内は思った以上に危ねえっていうことですね。いざ中国共産党が命令を下したらという話ですけど、まあ一番いいのはですね、中国共産党が日本侵略を諦めるまでいかなくても、まあ、10年20年は無理だな、先送りする、今回ロシアがですねギッタギタになってですね、まあ侵略は割に合わんよなと思うのが一番いいとは思いますけれども、ウクライナでねうまくいっちゃったらですね、つまりロシアがウクライナを侵略完了しちゃったらですね、調子こいたロシア北海道を取りに行くかもしんないですよね。なんつったって隣国なんだからね、そんな余力がないように、北海道に攻めてくる余力ないようにですね、ギッタギタに経済制裁なりなんなりしてですね、ロシアに弱ってもらうというのが日本にとって国益、日本と日本人のためになることだと思います。真実がどうあれね、今回の戦争は善と悪の戦いじゃなくて、悪と悪の戦いっていう人もいるんでしょう、いるんですけれども、まあ、事実がどうあれ、侵略開始してんのはロシアっていう事実は変わらないわけなんで、ウクライナが非常に実は悪い国家であったとしてもですね、日本人としてはロシアが弱ってくれた方が国益であります。まあそれがドライな地政学政治っていうもんじゃないかなと思いますけれども、来るべき人民軍の沖縄侵攻に備え、ロシアのウクライナ侵略を擁護したい、正当化したい。琉球新報が社説でですね、ロシア悪魔史一辺倒の報道を見るにつけ、我々は大日本帝国の戦争から何を学んだのかと思ってしまうと、でも日本も悪いんですよって言い出したぞ琉球新報は。まあアクロバティックなちょっと無理があるロシア用語ですけどね、ネットの反応です。いや間違いなくプーチンは悪魔、戦争始めたのロシアだから、どっちもどっち論は当てはまらない。まあぶん殴った先に手出したっていうのはロシアっていうのは変わんないですもんね。学んだから非難してんだろう。侵略はやったやつの負けだよ。大日本帝国を非難するような人間なら今回のロシアも悪魔視しなきゃおかしい。まあ侵略が悪いっちゅうんだったらそういうことなのかいうことですけど、まあ武力行使が悪いっちゅうんだったらロシアも悪いよなって思わなきゃおかしいってことですか。いつもの連中がロシア擁護しててやっぱりなってだけの話、やっぱり日本をウクライナ化させようとしてるんだな。まあ攻め込んでもらいたい外観誘致主義者琉球新報はっていうことなんですかね。安全な場所から何を偉そうに、記者はもうバカしか残ってない。
などと悪魔が言っております。というですね、コメントがありました。まあ、立場的に困った中国からですね、予後記事かけて指令あったんでしょうね、これね。来るべき台湾侵略、沖縄侵略に備えて、ロシアにはうまいことはウクライナ、うまいことを侵略完了してもらって、まあ、軍事力による占領侵略はあるんだよみたいな風に持ってきたいんだろうけど、かといってロシアを表立って応援支援したりなんかして、中国自分らまで制裁なんかされっと、たまんねえから立場が苦しいっていうのが今の中国だと思います。で、世界中の買収済み、ハニトラ済みのメディアやらネット工作員に命じてですね、ロシア擁護、ロシア正当化、実はウクライナは悪みたいな工作を盛んにやらしてるんじゃないか。外資に進出してもらってですね、人民の労働力を売り飛ばしてこその中国なんですよ、実は。自分らはですね、製品を作る技術も能力もないわけなんだよね。中国共産党がやってるのはですね、まあ、土地貸して外資に工場建ててもらって、外資の技術、で製品作ってもらって外資に輸出してもらってる。で、中国が提供するのは、まあ、土地と人民の労働力です。それをですね、外国企業に売って中国は金稼いでるって現状がありまして、それで世界の工場ってちゃんちゃらおかしいんですけど、世界のあれじゃねえの、労働力供給源、って言った方が実際的正確だとは思うんですけどね。まあ、ロシアと同じように制裁されたらですね、ロシア以上のスピードでたちまちまいっちゃうっていうのが中国の商売の構造であります。ですんで今中国は非常に困った立場におりまして、まあ、琉球新報ごとき、琉球新報あたり、にも指令飛ばして盛んにロシアの擁護さしてんだろうな。まあ、この記事の内容から言うと、琉球新報はただただ日本も悪いんですよって言いたいだけとも、思いますけれどもね。というわけで27日よろしくデモご参加ください。デトックスジャパン。